はい、皆さんどうもこんにちは、ひよこしょうです。よろしくお願いします。20 minutes writing の第2回やっていきたいと思います。じゃあ早速テーマ発表していきます。昨日はカニでした。はい、カニですね。カニです。昨日ごめんなさい、何にも見えてなかったんで、今日見えてますか？カニでした。はい、今日早速テーマ発表いきます。今日のテーマはドルルルルルルクマです。はい、クマです。ベアですね。はい、クマ書いていきますが、具体的テーマはクマ、そして抽象的テーマは何かというと、今日もリミッツさんのルーレットをお借りしたいと思います。はい、では今具体的テーマはクマって分かってるんで、具体的ワード、抽象的ワードの抽象的ワードの方を回していきたいと思います。いきますよ。では運命の瞬間です。クマと組み合わせる抽象的ワード、こちら、スタート。はい、変化。むず。はい、じゃあ変化ですね。具体的ワードはクマ、抽象的ワードは変化。これで書いていきたいと思います。じゃあ早速やっていこう。よろしくお願いします。やばいの来たな。はい、ではそれでは早速やっていきたいと思います。ではタイマーを20分セットします。今日のテーマはクマと変化ですよ。変化？やば、思いついてね。どうしよう。いきますよ。レディーゴー。始まりました。さて、やっていきます。ですね、マジでやばいですね。クマ変化、クマと変化、どうしようかな。クマと変化やばすぎじゃないこれ。わかった。はい、いきます。思いついた。じゃあクマと変化です。まずクマちゃん書いていきましょうか。クマちゃんを書いていく。ミラー使っていきましょう。そこに出るんかい。クマは多分プロポーションがクマじゃなくなっちゃうと、クマじゃなくなっちゃうんで、当たり前のことを私今言いましたね。まだたくあんですね。もっともっと太らせましょう。もっと太らせたい。もっともっと太らせていく。 やばいな、いざ書くとなると難しいな。ちょっと待って、とにかく時間がないんで、丁寧に書いてると間に合わないですよね。なのでとにかく急ぎで書きつつも、クマじゃなくなっちゃわないようにだけちょっと気をつけて。クマじゃなくなっちゃいそうで怖い。どう、今んとこクマ感ある？なんか待って、何これ、大丈夫？世間にこれクマと認められる？これ顔なんですよ問題は。多分こうして作って、クマってこういう感じなんですよ多分。いいんじゃない？ライオン、ライオン、ライオンに怒られるな。いや、これじゃダメなんだよどうしよう。ちょっと待って、やばい、今何分？やべ、ちょ、4分40秒経ってる。もうやばい。変化、やばい、もうクマのテーマが難しすぎて。じゃあ待って、クマさんでも目描いちゃう。目描いたらそれっぽくなんだろう安易で考えてました今。じゃあこれですね。これいいか。ずれてらっしゃるよ顔が。どなた、あなた、あなたはどなた、どこから来たの？ちゃうな、クマ描くんだからクマっぽさが最優先でしょ。そこはさすがに。あ、でクマさんのお耳つけポン、お耳ポン、お耳ポン。あ、クマさん、あ、クマさん、イエス。ここ目は、おっ、こんな可愛い、可愛い感じ。鼻も多分大事。オッケー、クマチオッケー、オッケー、お首が長いか、首、あ、可愛いね、尻尾可愛いね、クマキチに。はい、いいね、よし。ちょっとケツがえぐれてるぞクマキチ。大丈夫か、今肉を足してるからな。こんな感じかな。オッケー。でクマキチは変化なんですよ。ダメ、ちょっと待ってよ。クマと変化でしょ、クマと変化。 OK、 分かった、よし、行くぞ。はい、やばいの出てきました。はい、ひよこしょうがやばいの書き始めましたよ。なんでしょうねこれね。一回ちょっとうまいこと地面に立っていただいて、かなりおとなしく、なんか尻からなんか生え生えしてなくて大丈夫ですか。こうでしょ、こうだ、下、
です。ちょ何、あーこれね、はいはい、慌てました完全に。ちょっと待った、3分あとやばい、10分、半分切りました。半分切ったよ。でも一応ね、クマも完成してるんで、あとはどれだけこの世界を変化を感じさせられる世界に持っていけるかですよね。鉄の感じ、鉄の感じを出したいので、これにしよっか。これを出しました。これをどうするんでしょうか。ひよこ師匠、自分で実況するのってなんか恥ずかしい。サイドで筒を出していく。その中に何かだ。はい、こうだ、こうだ。ひよこ師匠、何を書こうというのか。さあみんな、こうやって書くんだよ。早いよ、よいしょ。 OK。 今日全然喋れてなくない？なんか大丈夫？お腹痛いの？痛くないです、元気です。こんなね、ガイドがあればいろんなものが書けるんですよ。ガイド見てください皆さん。こうやって一直線かと思いきや、ちゃんとガイドを組み合わせることによっていくらでも自分の思い通りものを書けるんですよ。こうやって書けてるかどうかはちょっと分かりませんけどね。書けてるかどうかはちょっと疑問ですが、書けてる気持ちにはなれる。怪しくしたいんで、怪しくするにはあと何分、あと5分、やばい。さあ味付けどこまでいけるか。やばすぎるでしょ、ここ。クマさんっていうテーマ聞いて、ちょっとなんか、牧歌的な風景想像した人、すいません、ほんと。マッドサイエンティストすぎますね、これ。で、これ何？これ何？これ。待って、あと3分40秒でこれ何はまずくないか。変化でしょ、変化。変化するんだ、変化していく。変化、変化、変化、変化。出荷されていく感じですね。ちょっと歩かせますか。世界観ダークすぎるやろ。あ、いいですねいいですねじゃないんだよって。いいですねじゃない、これ子供が見たら泣くやつですね。これクマさんってああやってできてるのって聞かれたら、ちょっとあの優しく答えてくださいね。違うよって、あのおじさんが頭おかしいだけだよって。あと何分、あと2分か。待って待って待って、これじゃちょっとな、弱い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 。どうしようかな。できる風に味付けをしていきましょう。やばいっすよ、あと何秒、あと1分12秒、ラストスパートです。やばい、ラストスパートって言ってこれでいいな、僕大丈夫かな。蛍光灯1個作って固定した方が良かったですね。学び多いですね、やっぱりやると。あと何秒、あと20秒、20秒で変化、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 クマに変化、変化する、クマ変化と、クマ、クマと変化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 。何これ、ちょっと待って、何これ。終わったー、はい終了ということで、はい今2分が経過しまして、はい今2分が、はい今2分が、2分が経過しまして、2分じゃないですね、20分が経過しました。なのでざっくりと自分の今書いた作品について、まあちょっと説明していきたいと思います。まず今回ですね、変化っていうことに対して何を書いたかっていうことなんですけど、ですね、私は何か謎の物質がクマちゃんに変化するっていうことを書きました。はい、別にクマちゃんがこうどう変化するとかね、状況が変化するとかではなくて、もう物質がクマちゃんに変化するっていうことですね。見てくださいこれ、はい、人工物だったと、クマちゃんは。実はザク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 いきますよこれっていう感じの研究所みたいな感じですね。こういう職員さんとかが通る感じのところがあって、蛍光灯があって、でなんかやばい、もう見るからにやばい、こうねちょっと光漏れちゃってますけどっていう物質がドゥルドゥル入って、こっちからもドゥルドゥル来て、そしてこうドクドクドゥルドゥル来まして、こうクマみたいな何かになってるっていうね、そういう作品ですね。この目の光、ラスト5秒か3秒か分かりませんけど、よく描けましたね。この光ってる感じに出ましたねっていう感じの作品になりました。皆さん、今日の20ミニスライティング楽しんでいただけたでしょうか。この作品はあのポリーっていう、あのパソコンでも、パソコンやスマートフォンでも 3D で見れる、あの世界中の作品が集まってるサイトが Google が運営してくれてるんですけども、ありますんで、そちらにもどんどん必ず随時アップしてきますんで、あの立体でちょっと見たいなって方がいたら、ぜひそちらもご覧ください。
またひよこ師匠ツイッターやってますので、ぜひ皆さん概要欄チェックしてフォローお願いします。お待ちしてますよ。またチャンネル登録も何卒よろしくお願いします。では皆さん、今日の20 minutes writing 見ていただいてありがとうございました。具体的キーワードはクマ、抽象的キーワードは中、具体的キーワードはクマ、抽象的キーワードは変化で書かせてもらいました。ではまた次回の20 minutes writing でお会いしましょう。さようなら。クマ暴走します。主電源をカットしよう。プシュッ、ダメです。内部電源切れるまであと50秒。ダメだ、クソ、他のクマで対抗するんだ。えい、押さえつけろ。ガガ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 ガ、地上に出ます。セカンドインパクト起きるぞ。残酷な天使のように少年よ神話になれ。テケ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 テンテテテ、はい、すいませんでした。